テレポビズ。今日お伝えするテーマは学習です。最近ですね、こちらのモノグサという学習アプリが、まあ、塾とか学校とかでですね、じわりと活用され始めているんです。でそのモノグサという学習アプリが、まあ、どんなアプリなのか、そしてどんな仕組みになっているのかというのを詳しくお伝えしていきたいんですが、その前にこちらの塾でですね、そのモノグサが使われて、そしてかなり変わった授業を展開しているということで、実際にちょっと潜入してみたいと思います。横浜市にあるユニティという塾を除くと、数人の生徒と教室の一番後ろに先生が。ズームを用いたオンライン授業なんですが、はい、こんにちは。最初はモノグサ漢字やりますよ。画面の向こう側で生徒が取り組むのはモノグサです。そよか C、ゆい B、 お夢かいいね。 B から C、 10点、素晴らしい。サホ B ね、陽太郎 B から、陽太郎12級いっちゃおうか。まるで競馬の実況中継のようにコメントする先生。ズームで配信されている画面にはこんなグラフが表示されています。緑が記憶済み、黄色が記憶中、そして赤は苦手を表していて、各生徒の進捗状況がリアルタイムで更新されていきます。生徒は小学生から高校生までバラバラで、解く問題もバラバラなんですが、この進捗表をもとに生徒の進み具合に応じて次々と問題を解かせていきます。スピードアップ、スピードアップ。ゆい B、 ゆめか B、 あと1点。おりこいいぞ、 B から C。 そんなものぐさを私も少し体験してみました。はい、今さ条例となって条例です。周囲イコール金、リュウゴやってる、地下。超基本的な漢字も書けずにへこみつつも問題を解き進めていくと、それ下隠してさ、うわ、紙かな、そう、こういうので、さっきより問題を簡単にしてくれてる。なるほどね、間違った問題すごいヒントを出してくれてる。優しい、めちゃめちゃ優しい。モノグサの特徴はその出題の仕方です。アプリが自動的に異なる難易度の問題を作り出し、学習者の達成度に合わせて出題してくれます。5級いってみようか。ありがとうございます、ありがとうございます。ちょうどいい難しさというか、ちょうどこう分かるかな分からないかなみたいなレベルを常にこうなんか解き続けられるような感じがあります。こちらの塾では動画による板書授業も行っているとのことですが、モノグサ導入によってその授業にも大きな変化があったといいます。まあ、そのモノグサ導入前の授業っていうのは、例えばその計算の工夫とか基本事項みたいなのを授業中に教えないといけないと。で、理科にしても社会にしても基本事項を覚えるっていうことを授業の中でやらなきゃいけないと。そうすると、一つのことを教えるのに20分30分授業が必要でしたと。でも、 もう今はモノグサでそれを全部やるっていうふうに切り出してるんで、例えば数学とか算数の授業内で、こういうこれはこうやって計算するんだよみたいなとか全部省けるんですよね。だからちょっと半分までいかないですけど、まあ、2割3割は少なくとも授業時間を圧縮できる。そうすると短い時間で本当に大事なことだけ授業ができるし。モノグサは一体どんな仕組みなのかというのを探るため、モノグサ本社を訪ねました。すみません、卓球中申し訳ないです。あ、すみません、テレビ東京の橋本。こちらがモノグサを作り上げた黒柳さん。元 Google のエンジニアです。やはりこれまでですね、生きてきた中で何かを記憶をしろと言われて、とっても苦しかったなという体験をしてしまっていて、なるべく記憶をしないで済む方法を探してしまっているようなケース多いんじゃないかなと。何か知識をインプットするということを苦しみなくですね、自然に行っていけるようにしていきたいなと。モノグサは単なる学習アプリではなく記憶アプリだという黒柳さん。ですね、モノグサのコンセプトのですね、大きな部分を占めているものとしまして、テスト効果と呼ばれているですね、ものがあります。テストを何かをインプットする前に行って、ユーザーが全然学習をする人がテストに対して全く答えられない状況であったとしてもですね、そのテストってその後にインプットするものを定着しやすくするために効果が大きいですよというようなこともですね、あります。つまり覚えてから解くではなく、はい、解いて覚えろと。そうですね。なるほど。黒柳さんはこれまでに記憶に関する文献を1000以上も読み込み、
テスト効果をはじめとした知見をアプリに落とし込んだといいます。ところでその知見をアプリにどうやって落とし込んだんでしょうか。物草の上ではですね、いろんな記憶を管理する単位をですね、グラフのような形でですね、整理をして運用をしております。弊社としてはこのグラフをですね、メモリーグラフと呼んでおります。物草では各頂点とそれらをつなぐ辺で表されたグラフというデータ構造が記憶を効率化する肝だといいます。例えば学習者がブックには本という意味があるということを記憶したとすると、新しくブック予約をするということも記憶をしたいなとなったときにはですね、この学習をする人って元からの本ブックって記憶をしてきているのであれば、ブックってそもそもキーボードで入力することってできますよねというところとかですね、ブックって単語が存在することを知ってますよねというような情報を使ってですね、効率的に記憶をさせることができます。確かにこの予約するイコールブックっていうのを記憶するときに、わざわざこう綴りまで書く必要があるかっていうと、正直ないです、はい。そういったことをこう省ける、でどんどんこう効率化ができるというところなんです、はい、その通りです。アプリが管理する記憶情報を活用して効率的に新たな記憶ができるといいます。さらにこの記憶情報は異なる教材の間でも引き継がれるというのもポイントです。例えば物草上の単語帳 A でブックイコール本、ブックイコール予約するという意味を記憶したとすると、その記憶情報は単語帳 B にも引き継がれ、記憶の二度手間を省けるといいます。世の中こう記憶っていうふうに聞く と、むしろちょっとネガティブな印象を持つ人もいると思うんですよね、むしろ学習において記憶ではなく思考力が大事なんだとかおっしゃる方も多くいらっしゃると思います。思考の領域とても重要な要素であるということは全く疑いないんだと思っております。ただ思考を行っていく上でも基盤となる知識を自分の中に蓄えていないと、何もない状態から何かを考えたと言ったとしてもですね、意味のあるものを生み出すことって難しいかなと考えております。その思考の土台となる記憶の部分をもうささっと物草で終わらせちゃいましょう、そうすると思考力も上がるんじゃないかという、そうですね、おっしゃる通りで、本当に土台となる部分はですね、物草上で、コストをかけず、簡単にですね、定着させることができれば、より創造的な部分に、時間を使っていただく、こともできるようになるかなと。世界的にも類を見ない記憶アプリ、海外展開も見据えているといいます。簡単に記憶というもので、国や地域に関わらずですね、人が生きている限り、誰でも行っていることかなと思っておりまして、海外への展開というところも、進めていきたいなと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。